の皆様、当然今日のヒーローインタビュー、見事ノーヒットノーラン達成、山井大輔投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。達成してまだ間もないですが、今のお気持ちは？いや本当になんか信じられないです。なんか分かんないですね。なんかとりあえず嬉しいしかないです。はい。ノーヒットがずっとついてました。どのあたりで意識されました？そうですね、7回8回ぐらいでまた打たれるんやろうなっていう感じで思ってたんですけど、まあでもじゃあ8回から意識しました。特に7回ではモリソンさんのファインプレーもありました。そうですね、本当に僕一人でできたことじゃなく、バックのファインプレーがあったり、初回にあれだけ点を取ってもらって、絶対に完投しなければいけないという気持ちで投げてたので、結果こういう風になってよかったと思います。9回マウンドに向かうときってどんな気持ちでした？いや、変わりなく電光掲示板を見ずに、普通のイニングと思った感じで行きましたけど、少し緊張したかなって感じします。はい。ベンチの中はどうでした？藤井のレフトのプレーがちょっとバタバタしてたので、ざわめいてましたけど、自分としては変わらずと思って、はい、やってました。周りの方からは声かけられたりはしてたんですか、9回マウンド向かう前は？いや、ないですね。はい、いつものイニングと一緒で変わらず送られました。はい。そして9回ワンアウトを取りました。どんな気持ちでした？ラミレスだったので、甘いとこには投げないように、丁寧に丁寧にっていう気持ちでとりあえず投げたんですけど、ほっとしました。ワンアウト、そして2アウト、さらにどんな気持ちになりました？そうですね、もう2アウト取った時点ではもう絶対に取ってやろうという気持ちしかなかったですね。はい。先日も他の球団であと一つで逃すなんていうニュースもありました。そういったニュースはご存知でしたよね？いや、ヤフーでまた9回3分の1で打たれたとかって書かれるんじゃないかなっていうようなことも考えながら、1回経験しているので、気持ちを切らさずにっていうことだけは、はい、思ってまいりました。今会見の途中に、インタビューの途中にウイニングボールが、ノーヒットノーラン達成のボールが今渡されましたけど、改めてそのボールご覧になってどうですか？そうですね、野球やり始めて、ピッチャーやり始めて、初めてのノーヒットノーランなので、みんなの気持ちがこもっているということで、大事に、家に置いておきたいと思います。表情をそれほど変えなかった山井投手が最後のゴロを取った瞬間、ものすごく喜んでました。そうですね、一気に弾けた感じがします。はい。山井さんよりも弾けてたのが谷繁さんってご存知でした？本当に谷繁さんの思ったところに今日は投げれなくて、バタバタしたんですけど、本当になんとか引っ張ってくれたので、本当に感謝してます。試合中に今中コーチからそれほど今日の、山井投手は良くないんだって話がありました。私たち素人から見てたらすごいピッチングに見えたんですけどね。ですかね、自分としては本当に狙ったところにいたのが何球あるかなというぐらいで、丁寧に丁寧にもうそれだけしか考えてなかったです。はい。そして山井投手と言いますとやっぱり思い出すのが日本シリーズですよね。そうですね、考えではなかったですけど、できたという感じですね。はい。そして何といってもこの1勝というのがノーヒットノーランの1勝でもあり、チーム今シーズン初の完封完投勝利の1勝という意味でも大きいんじゃないですか？そうですね、昨日の練習中に誰が完投するのかななんて今中さんが言ってたので、絶対やってやろうっていう気持ちと、さっきも言いましたけど初回に7点取ってくれたので、これはもう感動しなければいけないなと思ったので、はい、やれてよかったです。今年4月始まって苦しい時もありました。
山井さんにとっては本当に大きなノーヒットノーランですね。そうですね、あの4月のここでサヨナラスリーラン打たれたことを思えば、まあ、今日は本当にいい一日になったなと思います。まだ見たことのない2試合連続のノーヒットノーラン期待しておりますんで頑張ります。おめでとうございました。見事ノーヒットノーラン達成、山井大輔投手でした。